ジョエル・サンタナは、ブラジル・リオ・デジャネイロ出身のサッカー選手、監督。現役時代のポジションはディフェンダー。2006年には、J リーグ・ベガル・ダ・仙台の監督を務めた。現役時代は、バスコ・ダ・ガマなどでプレー、1980年まで現役を務めた。引退後は、バスコ・ダ・ガマの下部組織の監督を皮切りに、ブラジル、サウジアラビアの多数のチームで監督を歴任した。 リオデジャネイロの4大チームであるフラメンゴ、フルミネンセ、バスコダガマ、ボタフォゴのすべてのチームをリオデジャネイロ州選手権優勝に導いたことのある唯一の監督である。2000年にはバスコダガマを率い、ブラジル全国選手権及び当時の南米のクラブカップであったメルコスール杯で優勝を果たした。2006年 J リーグ2部ベガルタ仙台の監督に就任。 初めて日本のチームを指揮することに、3人のブラジル人選手を前線に置き、残り7人の日本人で守る講師を完全に分業した戦術を用い、第2クールまでは上位をキープしていた。しかし、第3クール以降は、前線のブラジル人3選手が徹底マークされるようになり、攻撃が手詰まりになった。この戦術で、ブラジルの4つのチームを優勝に導いた経歴から、 サンタナはこの采配に大きな自信を持っており、以後も戦術や選手企業を全く変えなかった。その結果、なかなか勝ちきれない試合が多くなり、最終的には13チーム中5位。チームを4シーズンぶりの J1 復帰に導くことはできず、結局このシーズン限りで退任。1年で日本を去った。2007年、古巣、フラメンゴに監督として復帰後、 翌2008年4月に南アフリカ代表監督に就任。2009年に地元で開催されたコンフェデレーションズ杯でチームを第4位に導いたものの、以降はこれも上記と同じ戦術で9試合を戦い8敗と低迷し10月19日に解任が発表された。2012年フラメンゴの監督に復帰。ありがとうございます。